はい、どうもこちらです。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、いよいよ本日オープンでございます。はい、もう早速お客さんが来ていただきましたけども、はい、11時半からなので、はい、まだ8時で、はい、ということで、今ですね、いろんな方がお花を持ってきていただきました。ありがとうございます。まずアルガママさんですね。対馬の主婦の方々がいろんなことにチャレンジしているコミュニティになります。アルガママさん、ありがとうございます。そしてこちら、株式会社アルミスというね、与田隆社長。今ですね、私が木炭を作ってますけども、この熟練対馬という木炭を一緒にですね、全国展開とか、まあ、拡大していこうということで、非常にお世話になっている社長です。与田社長、ありがとうございます。はい、ということで、まあいろんな方が、お花を持ってきてくれてます。フルネームでいいかどうかわかんないですけど、ありがとうございます。浩二にゆかりにありがとう。ということで、アレックスのおじちゃんたち、ありがとうございます。平山商事株式会社亮太、ありがとう。まりちゃんもありがとうございます。そして、救命士時代の同期、ありがとうございます。たかちゃん、千穂さん、ありがとうございます。たかちゃんは昨日酔いつぶれましたからね。はい、ということで本日開店初日、無事終了しました。いやー、たくさんの方が来ていただいて、そしてですね、お花とか春生とかですね、あの居酒屋海さん、そして串焼き大さんで、ファミリーマートさんとか拓郎たちとかね、いろんな方がたくさんの、お祝いを持ってきていただきました。とりあえず初日無事終了しましたということです。いやー、グッサンサラダイ、ありがとうございました。バーで来ても私パニックになって、あのカウンターに座ってたね、まあ、今からあのどんどん出てくるグッサンという、ね、方に皿洗いを、ね、お願いしました。はい、ありがとうございました。いや、もうマジで助かりました。このこちぼカフェバーはですね、あの昼間はカフェとランチで、夜は、バーをやるんですけども、昼間は2人体制で、夜は1人体制で、やってるんですけども、やっぱワンオペだとですね、注文取ってカクテルとか作って、料理作って皿洗いとかね、まあちょっと大変でしたね。まあ何とか持ちこたえることができました。そしてまあ初日なのでね、いろんな不安がありました。やっぱりお店を作った方も経験あると思うんですけど、お客さん来てくれるかなとか、ちゃんと動線しっかりできるかなとか、トラブルなく提供することができるかなとか、まあそういうことをね考えながら、もう寝れずに、もう夜中の3時になってしまいましたけども、いやー、なんとか初日皆さんのおかげでもう無事終了しました。本当にありがとうございました。はい、いや、これからですね、この店舗をですね、ただのカフェ&バーとかそんなことにしたくはないので、まあ最初に言ってました、七変化していくような店舗にしていきたいと思ってますんで、皆さんと一緒にですね、まあこの対馬を盛り上げて、そして自分たちの人生を変えたいと思う方がまたここにいらっしゃったらですね、まあ熱い話ができればなと思っております。ということで、またよろしくお願いします。バイビー。いや、グッサン、ありがとうございました。助かりましたよ、もう本当。